今回はゆで鶏のネギ生姜ソースの作り方を紹介します。前回の長崎ちゃんぽんの鶏スープでできたゆで鶏を美味しく食べるソースの作り方です。前回の動画をまだ見てない方は見てもらえると分かりやすいです。これは中国料理の前菜でベイズージーという料理を簡単に作る方法です。この作り方を知ることでお店の味が簡単に自宅で再現できます。それでは作っていきましょう。鶏もも肉に塩コショウ、重曹を少量入れ、紹興酒または酒を塗り込みます。その上にネギの青い部分と生姜の皮をのせます。さらに本格的にするなら八角と山椒の粒を少し入れるといいです。そのまま30分寝かせます。鍋に水 800cc を入れ火にかけます。鶏肉は水から茹でることで肉が柔らかく仕上がります。沸騰してから茹でると肉が一気に縮むことにより硬くなります。鶏肉は皮を下にして入れ、ネギと生姜も一緒に入れます。そこからお湯が沸く寸前まで強火で火にかけます。お湯が沸いてきたら弱火にして鶏肉を裏返します。少しアクが出てきたのを取り除きます。ここからできるだけ弱火にして20分茹でます。20分経ったら鶏肉をすぐに取り出します。そのまま入れておくと余熱で肉が硬くなります。そうしたらスープをこしておきます。このスープはラーメンなど他の料理で使うことができます。これでゆで鶏と鶏のスープができました。ネギ生姜ソースを作ります。長ネギをみじん切りにします。長ネギを必要な長さに切り、それを縦半分にカットし、開いた方を上にし千切りにします。それを横にして細かくみじん切りにします。だいたい 15g を用意します。おろし生姜を 5g 用意しておき、ネギと一緒にします。その中に塩 2g を入れます。サラダ油を 35g を一緒に用意しておきます。鍋を加熱し、先ほど用意したサラダ油を入れて温めます。その油を煙が出る近くまで温めます。油の温度が上がるとサラッとした状態になってきて、弾ける音がなくなります。このくらいまで温めたら、この油をネギと生姜にかけます。加熱した油をお玉に取り、上からかけていきます。全部入れたらスプーンでよく混ぜ合わせます。これでタレはできました。ゆで鶏をカットします。左端から 0.5 ミリ幅のそぎ切りにしていきます。切ったものを2段に重ね、
レタスを敷いた皿の上に鶏肉を盛り付けます。その上からネギ生姜ソースをかければ完成です。ネギと生姜のソースとシャキシャキとしたレタスのサラダの歯ごたえが加わり、鶏肉を美味しくしてくれます。さらにこのソースは鶏肉の匂いを抑える薬味の役割もしてくれます。今回はゆで鶏のネギ生姜ソースの作り方を紹介しました。このソースは熱い油をネギと生姜にかけることで香りと甘み、旨味を一気に出すことができます。ネギ油としても使えて塩味がついているので、調味料として料理のアクセントに使ってもいいです。鶏肉はしっとりと柔らかく仕上がっているので、そのまま食べても美味しくいただけます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。